いらっしゃいませ。始まりました。本日武田のスポット TV の時間になりました。今日はですね、武田祭り、まもなくやってくる武田祭りのね、いろんなゲームの説明したいと思うんですけど、今日はですね、今日もゲストを呼んでおります。本田圭佑さんです。自分はやる気しかないんですけどね。本当に寄せる気があるんでしょうかね、これね。ね、今日は本田圭佑さんと一緒にですね、武田祭り、こちらですね、2月24日、武田祭りがもう間もなくやってくるんでですね、新しいゲームですね、いろんなゲーム毎回やってるんですけど、今回は新しいゲームをどんなゲームか説明していって、本田圭佑さんにちょっと早速ね、やってもらいたいと思うんでですね、ぜひね、武田祭りね、記憶を持う方はですね、このゲームね、11時半から、ね、始まるんで、ぜひよろしくお願いします。ちなみに、このね、新しいゲームの名前、なんて言うんでしょうね。そうですね、日本代表、長谷部。違うだと思う。違うでしょ。違う、関係ないでしょ。ね、パネルでどっちに、ね、今からパネルでロッチリというゲームをですね、やってみますんでね、ぜひね、挑戦してみてください。それではいきますよ、せーの、チェスコゲッツ。ということで、今からですね、パネルでロッチリ実際にやってみたいと思うんですけど、まずはルールですね、こちらの、ドッチビーですね、今流行りのドッチビーを、3投投げてもらいます。1、2、3ですね、3回チャンスがございます。そしてあちらパネルがございます。このパネルを何枚抜けるかの、で、1回景品がですね、もらえる、ね、何枚抜けたかで景品がもらえるんですけど、例えばまあこれ抜けました、ビンゴになるとですね、さらにね、普通の3枚抜きよりもビンゴになると、さらにね、豪華景品がもらえるということでですね、1回100円になってますんでね、ぜひ挑戦してみてください。それでは本田圭佑さん、実際にやっちゃってみちゃいましょうかね。自分はですね、ビンゴっていうか、リーチ行きたいと思います。リーチそれでは行ってみましょうか。それでは本田圭佑選手、お願いします。1投目ビシッター。おっと、2投目ビシッター。すげえ。さあ3投目ビシッター。予言通りリーチでしたね。そうですね、まあ長谷部あたりがビンゴを出すんじゃないですかね。どういうことや。それでは店長もやってみたいと思います。いきますよ、ハテのビンゴ狙い。ディスケット。どうも倒しました。ディスケット気持ちいいと思うわけです。何を言ってるか全然わかんないですけど、11時半ですね、開始します。ぜひね、挑戦してください。大人も子供もチャレンジできます。豪華景品ですね、1回100円でですね、できるんで用意してます。ね、よろしくお願いします。それではいきますよ。また見て。